このつけ麺が超うまいです。わ、つけ麺いきます？あ、閉まってる。もう食べ物の話やめてもらっていいですか？だってあれだよ、今三浦君はあれですよ、甘いもの探してますよ今。いや甘いものはいいですけど、そういう肉肉しいのはちょっとあ、そういうことね。はい、その肉肉しいのはもうソフトクリームとかあったら全然またこの間みたいに。はい、大丈夫です。あ、そっか。ここであれバームクーヘンとかどう？はい、結構きついでしょきついっすバームクーヘンはきついっすね。でしょ、あの結構形のあるガッチリしたもの甘いからいいでしょって言ってお前はのいけるって言ったよねって言って、別物だよね言ってたんですねっていう、この意地悪な先輩たちのね、映像業界特有のパワハラみたいなだってこれが多分あれじゃないですか、アイスとか、はい、ね、飲み物ジュースとかだったらまだ全然あ、そんくらいならってなるけど、はい、結構あれここでがっちりとしたケーキとかさケーキいいですね。ね、ケーキとかね。3キロ先の通り道にミニストップあります。あら、どうします？行きますか。ソフトクリームだったら食べれる？全然行きます。だけどこの時期あれなんだよね、ベルギーチョコが出てんだよな。フォンダンショコラが出てますね。あーた、フォンダンショコラうまそう。アイスクリームなら食べれる人がいますから。はい結局高岡に気使ってるもんね、僕たちね。さっきの店だってさ、待ってあげてさ、もうちょっと傾けたら油落ちるよとかさ言ってあげてるあたりはさ、気使ってるもんな。パフェもアイスですもんね。そうですね。すいませんね、体を壊したら死ねっていうのなぜなら分かるか、会社がお前の生命保険をかけてるからだって言われてどうします？倒れるなら納品してからにしろっていう名言がありますから、ね、すごいですね。倒れるならの、じゃああれだ、前かがみで倒れるってことですね。送信ボタンを押してから死ねってことですよね。ただ、はい、自由に行けみたいな感じですね。あの金を払ってやるからみたいな。自由に行け。これは一昨日食べたっす。まあまあ通ってるやつか。様子？どんだけ好きなんですか。ちっちゃい声で、ちっちゃい声でボソッと先輩をさ。あ、売り切れ。あ、ミックスいいな。ミックスは、うん、先輩は僕のミックス。あ、ミックスハウス。じゃあ俺バニラ。あ、ソフトクリーム、はい、バニラですか。バニラ一つとミックス二つ、はい、でもパンでよろしいですか。はい、はい、名前が名前君今暗黒やないと聞いてるから。抹茶も無理なんですよ。これ小豆ない。あ、抹茶無理なの、うん、抹茶もダメか。もう食っとらないか。うん、ここがどこなのかもわからないミニスト。車も一口で通ってない。完全に深夜って感じです。ね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかないですか。え？なんかないですか。何か。なんか。でもこれでしょ、今月のロケでしょ。そうです。あ、今月のロケなんですか、これ。じゃあ来月か。放送は来月だ。放送は来月ですよ先輩。とりあえず今日はあれ、なんて、何でしたっけ、ブラジリアンステーキだもんね。締めは
ミニストップの不足クリーム。安定感ありますね。安定の。で、閉めます。閉めちゃってください。なんで閉めます？これにてロケ終了でですか？はい。いてよもう。じゃあ今日も春日部大会の終わりはミニストップの前で終了。